日本語のクラスは取ったことがありますか？ないなら取るべきです。なぜなら日本語の先生はみんなすごいですよ。例えば負けたご先生、先生の一日をご覧ください。あ、先生、申し訳ございません。よく待たせたな。モテるよな。はい、お願いいたします。これ足りないんですか？え、それ以上出さない。全財産だです。その腕時計高そうやな。え、早くしろ。早く。いいね。皆さんこんにちは、日本人です。すみません、電話が。喂？对对，我现在在帮当日本人做 guest speaker。嗯，好好好，去吃饭。嗯，好好好好好。先生，金がない。どうすればいい？そうなんや。金遣いが荒いやな。ところで、先生髪切りましたか？せや、気づいた？皆さん、日本語のクラス気に入ってくれましたか？もしまだなら、尖閣の学生さんの一言を聞いてみましょうか。皆さん、ぜひとも日本語のクラス取ってください。